のひろみ本当にありがとうなんだけど、最後ごめんね、なんか元気なくて最後ね、なんかマネちゃんとやり取りしながらうーっとか言ってなんか急に泣き始めたんですよ。やばい、恥ずかしい、すいません、ガタ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 、うーすいません、今日はもうなんかすまちゃん、本当に申し訳ございませんみたいなことになっちゃって、本当ごめんね。あれね、あれちゃんの心が弱かった。でも強化された、この数日間で。ほんとたわいもないね、やりとりだったんですよ、マネちゃんとも。マネージャーちゃん、今首が長いって言われてるんで調整してくださいみたいな普通のやりとりしてたの。君らさ、お前らちょっとさ、首長いって言い過ぎじゃね？マジ傷ついたんだけど。どうしてくれんのこの傷ついた心で。傷ついてこのマフラー持ってきてさ、ルシアの心境どうしてくれんの。おい、いや、クセじゃねえんだよ、どうしてくれんだよ、マジで。ちょうどいいだろうが、マフラー置いたら顔見えちゃうだろ、しかも可愛すぎないこれ。クセじゃねえんだよ、いい加減にしろ、マジで。こっちはマフラー2つも用意してきたんだぞ。どう似合ってる。首が66尾、スパチャめっちゃねえよ、連打しやがってよこれ野郎、絶対許さねえからね、お前。寝てる間に首伸ばしてやるからな、ほんとに。もうそれからね、あ、もう一日に10年もショッキング受けてんだよ。こちとら VTuber 直しても、あ、首マジ長い、直してもらえるんだよ。いいだろ首長くて、だから今日耳ずすんだよボケがよ。